こんにちは、ウキウキレンレンです。今日はみんなが大好きハムエッグチーズサンドを作っていきたいと思います。チーズがとろっとパンに絡んでね、とっても美味しいですよ。それでは作っていきましょう。まず食パン半分に切ります。ハムも半分に切ります。チーズも半分に切ります。卵を割り入れます。辛さを取ります。溶きほぐします。ちょっとこうね、白身を切るように混ぜてくださいね。お塩少々入れます。次は美味しく焼いていきましょう。フライパンを温めます。バターを溶かします。卵液を流し入れます。表面が固まったので裏返します。この急いでね、ちっこの羽をね、パンの上に乗せます。でケチャップを塗ります。ハムを乗せます。チーズを乗せます。そしたらこちらをね、折りたたみます。完成です。はい、ぜひ作ってみてくださいね。美味しそう。